結婚式、結婚式、結婚式,結婚式とは、婚姻を成立させるため、もしくは確認するための儀式である。カタカナでウェディング、またはウェディングと表記することもある。結婚式の習慣は、古くから世界各地に見られる。地域や民族により、様々な様式があり、宗教的なものやそうでないものもあるが、どの場合でも喜びの儀式である。 儀式としての結婚式が終了した後の宴会に関しては、結婚披露宴の項を参照のこと。宗教的な場で行われるもの、行政的な場で行われるもの、家族の家で行われるもの、商業的な施設で行われるものなどがある。古事記、日本書紀一書、第一などの日本神話における、イザナギの命、イザナギと、イザナミ命、イザナミの国海、神海神話では、 おのご島に天のお柱を建て、イザナギが、私とあなたと、この天のお柱を回って結婚しましょう。あなたは、右から回り、私は、左から回り、会いましょうという約束をし、出会ったところで、なんとまあ、かわいい娘だろう。本当に、まあ、愛しい方ですことと呼び合って結ばれたという描写があり、結婚式の起源とも言われる。かよい婚の時代でのみかど。 天皇においては、女王と家族が入った宮中の電車に、天皇が三夜忍んだ後発見されたという、露見、露見、ところ荒らしという縁を行う。これが、現在の披露縁に該当する。民間においても、平安期の結婚は、男性が女性のもとに三夜続けて通う形式であるが、女性の家ではその間訪れる男性と住者を、接待する。三日目には露見、 ところあらわしという披露宴が行われ、新郎新婦が披露される。列席者は、妻側の関係者のみに限られる。泉流の狂言、船と向子では通い婚が、露見した後に、嫁と衆との家へ体などの魚と酒を持参し祝いをするという式を行うことが前提になっている。1563年、永禄6年に来日し、安土桃山時代の日本の記録を残した、 ルイス・フロイスの書簡によれば、日本では結婚式を行わないと記述されている。しかし、この時代も有力な武家の婚礼は盛大に行われた。また、高台寺では、当時、下級武士だった豊臣秀吉とネネの結婚について、土間に藁を引き、その上に薄い敷物を敷いただけのささやかな祝言を挙げたという記録が残るなど、当然この時代においても身分によらず婚姻に。 最しての儀式、すなわち、結婚式は行われていた。中世には、痕跡の床飾りから見られ、江戸中期の定常雑器に名文化された。神道の自宅に、身内の者が集まり、高砂の城とバーの掛け軸を床の間に掛け、鶴亀の置物を飾った島田を置き、その前で酒付きを通して、結婚式をする、いわゆる祝言が行われた。旧暦の10月は、 神名月であったので、結婚式はこの月を避けて行われた。民族学者の柳田国男ちの、明治大正史及び、婚姻の話、定本、柳田国お衆15によると、少なくとも幕末から、明治初期までの庶民による、結婚式は、明治以降に確定した、新前式の形式とは同じでは、くじ宅を中心とし、 婿が嫁方の実家でしばらくの間生活するという婿入り婚と呼ばれる形式であったとしている。この際、新婚生活の初日に嫁方の家で祝いの席が設けられることがあったが、夜の五つ、現在でいうところの二十一時頃から行われることが多かったという。同じく柳田によると、江戸時代であっても同じ村内の者同士が結婚する場合には、 祝言が行われないか、あるいは簡素なものであったが、損害の者と結婚する例が増えてくるに従って、形式が複雑化し、親善式に近い形になっていた、と述べる。また、庶民の結婚式の場合は、神職が銀ずるノリトより、郷土歌や民謡、俗謡を歌うことが多かったとされる。ノリトであっても、現代の親善式のように、祝詞が創造されるようになったのは、明治である。 吉原遊郭で遊女と馴染みの客が、熊野神社、熊野三山の熊野聖子、熊野豪夫三枚に二人の結婚を誓う旨を、記載し一枚を神社に納めるという疑似的結婚がなされたという。上記のもとく以前は日本では、少なくとも庶民の間では、結婚式は自宅で行うことが多かった。神社で行う神前結婚式はそれ以前にも行われていたものの、 数としてはごく少数であった。八百七十三年には、英国籍の中華系シンガポール人の貿易商談、弁ン,ンベンテック、陳秋則と、日本女性の磯部前が、日本で最初とされる西洋式の結式を挙げている。八百七十八年、明治十一年十二月九日、出雲大社宮司、千家高富が、親善式を行い、その内容が、 本礼式として残されている。1885年、明治18年、元は日蓮宗の僧侶であった田中里志学によって創設された国中会の前身、立正安国会において仏教における結婚式、本家成婚式の規定が定められた。田中志学の思想、仏教夫婦論により、明治一新以降の日本において夫婦の結婚、つまり、 一夫一妻制に基づく結婚を制度化することは国家の近代化に不可欠であるとされた。この立正安国会による仏前結婚式が仏教史上初めての正式な結婚式である。1900年、明治33年5月10日に皇太子義人親王、大正天皇と九条節子、定名皇后が結婚。清掃した男女が九中三殿に拝礼し、 神の前で夫婦の誓いを立てる形式の結婚の儀が行われた。これは社会的にも大きな反響を呼び、市民から神前での挙式を望む声が上がった。これに応じて、神宮法裁会、現在の東京大宮宮が結婚の儀を模した形で、神前式の儀式を新たに創設、国民の間に定着していった。戦後になり、 高度経済成長期に結婚式場によるキリスト教式も流行するようになった。石井賢治国学院大学教授によると、日本の結婚式で宗教性が加わったのは高度経済成長期以降で、1960年代に親善式が普及し、1970年代には8割を占めたピークを迎えたのは段階の世代。1990年代になると、 チャペル式が急増し、海外挙式を合わせると、約7割を占めるようになった。2018年9月28日、HIS が企画した範囲での挙式分野やツアーについて、式場の建設工事遅れで急遽中止したことを明らかにした。2018年9月から2019年9月までの予約分260組が対象。代金を全額払い戻し、 大概プランを提案。HIS は観光庁に事実関係を報告。HIS は返金とともに、見舞い金を支払う。利用客の大半は別の式場で挙式に変更したという。近年日本では、宗教に関わりなく、教会式、神前式、人前式、仏前式などの結婚式が自由に選択されている。通常儀式の後披露宴が行われるため、 結婚式を行う場所も出席者の交通の利便性が良く、大広間が利用できるホテルの利用者が多く、次に多いのが結婚式場である。このホテルや結婚式場では、式場側で結婚式に関するほとんど全ての用意を行い、華やかな演出も行うので、式を主催する側には大変便利になっている。これらの式場には、神社や寺院、 キリスト教会の出張先として別室が設けられ、主に両家の親族が入って式が取り行われる。その後、併設した宴会場で、披露宴を行うことになる。宴会場を利用した場合、いずれにしても多額の費用がかかるため、親類縁者だけの小規模な結婚式もある。また、近年では、ハウスウェディングと称して一軒家を借り切って、 親族や友人など身近なを招待し、パーティー形式の結婚式、披露宴を行うこともある。国学院大学の石井健二教授によると、2014年には結婚式を挙げないなし婚が50%と報道されたが、実際は3割だった。前日の通り、日本の結婚式そのものや、 行われてきた式たりは、日本独自の宗教である神道から大きな影響を受けているが、結婚式自体は自宅で行われるのが一般的であった。神前結婚式という形式が明確となり、一般に広まったのは、1900年、明治33年5月10日に、皇室御婚礼が発布され、皇太子義人親王、後の大正天皇と、九条節子妃、 後の丁名皇后の結婚式初めて宮中、検書代前で行われ、同様の親善結婚式を挙げたいという機運が国民の間で高まったことがきっかけである。気運の高まりに応じ、東京の神宮法参会、現在の東京大海湾宮が皇室の懇議参考にして民間での親善結婚式の様式を定め、翌1901年、 明治三十四年三月三日に模擬結婚式を開催以降改良や普及活動を行った。今日、親善式として行われているものは、この神宮法参会が創設したものが元になっている。具体的な式順としては、巫子の先導で、神道神父、売尺人、神道両親、神父両親、神道親族、神父親族の順に入場し、 最後に祭主が入場。天儀と呼ばれる司会進行役。巫女が行う場合もあるが、式の始まりを宣言。払いを行うため、祭主が大麻を用いて、穢れを払う。一道は起立したまま軽く頭を下げ、これを受ける。祭主の一礼に合わせ一道が起立して神前二礼。祭主が神前で二人の結婚をその神社に鎮座する、神とう神、そして、 祖先神に報告するノりとを創造し、神の加護を願う。一堂は起立して、頭を下げる。三三九度の杯を交わす。一の杯においては、まず新郎が杯を受け、次に新婦、また新郎となる。二の杯では、まず新婦、次に新郎、また新婦。三の杯は一の杯に同じ。百二十三の三度の杯を三回ずつ受けるので三。 三イコール九ということで三百三十九度が成立する。ただ現在は、新郎新婦の時間的な制約があるため以下のような略式を用いる神社も多い。新郎が一の酒きを受け、次に新婦がその酒きを飲み干す。二の酒きは、新婦から新郎の順。三の酒きは、新郎から新婦の順で、どの酒きも一口で飲み干す。 神道神父が神前に進み出て誓いの言葉を読み上げる。神道が本文を読み、自分の名前の部分は神道を神父がそれぞれ読む。巫女が神学部を奉納する。玉串を神前に捧げ、二杯に柏で一杯の順で拝礼し、席に下がるときはお互いに背を向けないように内回りで体の向きを変える。これは神に対してなるべく自分のお尻を向けないためである。 神道神父に続いて売償人、神族代表が玉串を捧げる。両家が神族となった誓いを交わす。両家の神族、神道神父、売償人が酒きをいただく。採取が式を無事取り収めたとお神に報告し、一杯。一同も起立して一礼。その後採取がお祝いの挨拶をし、採取退場の後、神道神父、売償人、神族の順に退場。 式の後、披露宴に移る。ただし、必ずしも神社のみで行われているというわけではなく、神前式の結婚式を行える、ホテル、結婚式場も多い。なお、出雲大社や出雲大社教では、一般神社とはかなり異なる神前結婚式を行う。式場では、新郎新婦の座前に、雨の見柱を立てての神事となる。採取は、のりと創上後に、 神会を天のお柱付近にて読み悟す。玉串拝礼は、神老が天根のお柱を左より回り、神父は右より回り四拍手にて拝礼する。また玉串は、神職の用いる尺のように握り、尺と同様の作法で礼を行う。その他、特殊な部分が多く伝承されている。現在の結婚式において、多くの神道神父は、キリスト教式を選び、 親善式は少数派となっているが有名人、著名人の挙式や国際結婚に限れば日本文化体験、交流の場としてあえて親善式を選ぶカールも増えている。仏つに結婚を誓う様式。1892年、明治25年に浄土新州本願寺派の藤井信正が東京白蓮社会堂に結婚式を挙げ各州派において 仏前結婚式が普及される。菩提寺の本堂にて行う場合が多いが、本尊を安置して、公民館や家庭でも挙式は可能である。具体的な式順は宗派によって多少の違いがあるが、住職、司婚者と三列者一同が、本尊に結婚を報告し、住職から中正仏教徒として守るべき事柄について、里氏を受け、記念の術を排除。 互いに敬愛を誓い合う精子に署名した後、339度の逆付きを交わすのが大筋である。僧侶関係の事例が多く、一般信徒が行う事例は極めて少ないが、つんく、安ずまたスティーブ・ジョブズの例が知られる。仏教の結婚式が浸透していない理由としては、大正天皇の結婚式によって一般に広まった浸透式が普及し、 仏教徒だけではなく、うじ子も兼ねていた、日本人の宗教意識の中では、浸透式で行うことに、何の違和を感じることがなかったからと考えられる。沖縄県においては、男性は、自宅の仏壇参り祖先の礼、また、女性は自宅に鎮座する、自然神、家臣、床神や村で、集落のう神に結婚を報告するというスタイルが、一般的で、ニービチと呼ばれている。 仏前式に近いものの、神前式及び人前式の要素も含まれており、寺院で行う長期の仏前式とは異なり親族で、行われるため宗教職がほとんどなく、僧侶も介在しない。日本で行われるいわゆるキリスト教式結婚式は、キリスト教徒の結婚式を模した結婚式も多い。すなわち本物の教会堂や聖堂でなく、結婚式のためだけに作られた。 教会道風の施設、宗教制でなく、集会場として登録されるいわゆる結婚式教会において、特定の教会に所属しないものによって行われるケースが大多数である。また、様式としても、カトリックとプロテスタントの要素が混同したイギリス国教会風の場合が多い。その一方で、聖教会の様式が参考にされているケースはない。現在の日本では、 キリスト教徒は人口の1%程度であるが、信仰とは無関係にキリスト教徒を模した挙式を望む人が非常に多い。マスコミなどがキリスト教形式の宣伝を繰り返し、一般的となっていることや、ウェディングドレスに似合う雰囲気という理由があるようである。このようなニーズを受けて、ホテルや結婚式場では、いわゆるキリスト教式結婚式のプランが準備され、行われている。 一般的な進行としては、牧師が指揮し、主に先に新郎が入場して、祭壇の前で待つ。ウェディングブーケを持ち、ウェディングドレスを身にまとった新婦がエスコートする者。通常は、ジップと共に入場。中央通路を進み、エスコートする者が、新郎に新婦を引き渡す。以下順序等の違いはあるが、賛美歌、聖歌、聖書の朗読、誓いの言葉。 それに対する祝福、指輪の交換などが行われる。また、神道神父が建物から退場する際に、友人、親族等によって、ブーケトス、ライスシャワー、フラワーシャワー等が行われることもある。キリスト教での結婚式の意味や様式は、教派によって異なる。カトリック教会において、結婚式は、奇跡の一つである。すなわち、 ただ単に社会的な契約の儀式ではなく、洗礼を受けた二人が、キリストと教会の間に見られる愛の絆を模範とし、信仰に基づく、結婚の同意を交わすときには、そこに現にイエスキリストがいるのだ。この秘跡を通じて、神が介入されるのだ、と信じる。そのため、結婚式を希望する二人の双方が、カトリックの場合のみが、秘跡としての結婚とされる。 各国のカトリック教会では、通常、神徒以外の挙式を行うことはないが、日本のカトリック教会では、ローマ教皇庁の特別な許可によって、片方あるいは双方が、カトリック信者でない場合でも、教会での一定期間の結婚講座への出席を条件に挙式を行うことを認めことがある。信仰の例を挙げると、次のようになる。神父がエスコートするもの。 通常は、ジップと共に入場。中央通路を進み、エスコートする者が神父を神道に引き渡す。聖歌、聖書の朗読、神前での聖約、祝福、結婚聖約書への署名、婚姻簿への記入、結婚指輪の交換などが行われる。なお次のような言葉で、結婚の聖約を読み上げる。聖教会において、結婚式は、機密、ミスティ、 リオンの日本ハリストス正教会における役語、カトリックの秘跡に相当の一つであり、正式には、根拝機密、根拝機密と呼ばれる。すべての機密と同様、聖教徒のみが預かれるものである。かつては、教会法上の例外規定を適用し、片方が信徒であれば、後に、必ず洗礼を受けさせるなどの条件付きでこの機密の実行が認められることもあったが、現在では、 そのような事例は、まずない。また、聖教会の婚廃機密は、司祭による、司等の元聖堂で行われるものであり、結婚式場などで行われることはない。婚廃機密を受けられるのは、信徒のみであるが、信徒ではない者も、結婚式に参当するのは自由であり、親戚、知人の出席はむしろ奨励される。東京復活大聖堂教会、ニコライ堂では、 ニコライ堂での結婚式を希望することがきっかけとなり、洗礼前の勉強期間を経て、聖教会の洗礼を受けて、神徒となり、その上で、婚廃機密を受けるカップルも珍しくない。体感が行われ成果が多用されることに見られるように、聖教会における婚廃機密は大変華やかである。聖堂入り口に近いところで行われる、閉廷式、閉廷意式。 指輪の交換が行われると、聖堂中央で行われる体幹礼儀とで構成される。体幹礼儀の直前にあたって、振動神父に対し、他の相手との約束はないかといった質問が、司祭からなされるが、この機密のより重要な部分は、振動神父の体幹、武道士を飲み交わすこと、聖堂中央のアナロイ、イコン等を置く、台の周りを回ること、などと捉えられている。 体感は、夫婦が、今後ハリステア人ン、クリスチャンのロシア語読みとしての生活の王となって夫婦、揃って、自らの生活を共同して支配していくことを表し、生体礼儀に由来する形式である、武道酒を飲み交わす行為は、夫婦が、生体礼儀に示されたハリストス、キリストのギリシア語読みを中心にした生活を行う、ことを表し、聖堂中央のイコンの乗せられたダイアンを回るのは、 信仰を中心にして楽しい時も苦難の時も共に歩むことを表すものである。これらの他に、婚廃機密の大部分にわたり、死災による祝文同章と、タスク災もしくは死災と英体、聖火体によって行われる連闘とが行われる。これらの内容は、旧約、新約の両方にわたって聖書に記された、教会史上の数々の夫婦に対する神の配慮を記憶し、 同様の日語が、神道神父にも行われるように祈願するものである。プロテスタントでの信仰の一例を挙げると次のようになる。講談の前に待つ指揮者、神道、証人、男性、証人、女性のもとへと、神父及び神父の父が、ゆっくりと歩む。賛美歌、祈祷、聖書朗読、エペソ5.22から3、アイコリント13章など、 死式者による、式辞、新郎神父による、制約、指輪の交換、祈祷、読書、死式者が二人は、夫婦となったことを宣言、短い説教、賛美歌、被災者による、祝祷、祝福の祈り、新郎神父退場、親族代表挨拶。その後出口にて、新郎、神父、その両脇に、承認、さらに外側に、双方の両親が並び、 退場する列席者からの祝福の言葉を受け、お礼の言葉を述べる。プロテスタントに分類される教派の中でも、バプテスト教会や、改修派教会では、改修、教会員、信者の同意により、神の導きとみなし結婚が成立する。そのため、結婚式は比較的オープンである。夫婦方方が信者の場合、結婚式は、教会関係。 披露宴は友達、友人と使い分けをする場合も多い。両方が、信者の場合結婚式に引き続き披露宴、祝会といった方が正しいを行う場合もあるが、近年は減ってきている。このため、結婚式の出席者が時には、披露宴の出席者を超える場合もある。教会や神前での結婚式のように神仏に結婚を誓うのではなく、両親やその他の親族、 親しい友人などの前で結婚を誓うのが、現在の人前式と呼ばれる挙式スタイルである。親善式と混同しないよう、人前式と呼称する場合もある。ホテルや結婚式場などで対応している場所も多い。人前式の場合、特定宗教とは無関係であるため、出席者にあらゆる宗教的背景がある場合でも問題なく、式を遂行できるというメリットがある。 挙式の進行は、おおむね、キリスト教式を踏襲するが、入場方法、ウェディングドレス、指輪交換、先生等、その他は自由であり、立ち会い人による結婚の承認が行われるのが特徴である。承認の印として、立ち会い人が拍手をしたり、鈴を鳴らしたり、いろいろなアイデアで、独創的な挙式が行われている。人前式の儀式としては三十九度、水合わせの儀、 買い合わせの儀などがある。周囲のためにも写真だけ記念に撮っておこうというケースも増えている。元は親類演者との関係や金銭面などの事情により式を挙げられない、または挙げられなかった夫婦が写真の上だけでも結婚式の衣装でその姿を残しておきたいという思いを抱くケースがあり、それに応える格好で始まった写真撮影によるウェディング。新物だけでなく、 両親や、その他の親族、親しい友人などに結婚を誓うこともないが、人生のけじめや節目として行われるケースも多く、新たな挙式の形の一つとして捉えられるものである。見方を変えれば、記念写真そのものが結婚の証となるような、スタイルとも言える。挙式に、数百万円の出費を割かれることと、人前で目立つことを忌避するため、カップル、または、 親族が挙式そのものに反対し、婚姻届の提出だけで済ませる、いわゆる、なし婚のみのカップルも増えており、挙式が法律で義務付けられていないという、割り切った考えから、なし婚のみで済ませるケースも増えている。結婚は、異性、同性婚にかかわらず、通常は二人、一夫多妻のなどの場合はそれ以上の場合もあるで、行うものであり、一人では結婚はできない。 その一方、結婚はしない、できない、あるいは結婚せずに未婚の母、父になってしまった場合でも一生に一度は花嫁、あるいは花婿姿になりたいという願望を持つ人も多い。そのような願望を叶えるのがソロウェディングである。ブライダル市場が縮小する中、2010年代後半に入り、急速に伸びている。アメリカ合衆国は、 人種のルツボとも言われ、結婚式も多種多様である。州によって結婚制度も結婚可能な年齢も一定していない。市役所ではシビルウェディングと呼ばれる結婚式が広く行われている。普段にによる結婚式も多い。また、カトリック教会においてはミサや生体配慮などが行われている。アメリカの教会、プロテスタントにおいて、 比較的裕福なカップルによって行われる一般的な結婚式のあらましは以下の通り。教会では祭壇に向かって右に新郎、グルーム側の左に神父、ブライド側の家族や知人が着席する。祭壇前では聖職者、神父、または牧師が新郎と共に神父の入場を待つ。そこにまず新郎の付き添い役。 ベストマンと複数のグルームスマンが、そして、神父の付き添い役、メイド・オブ・オーナーと複数のブライズ・メイドが入場し、それぞれ新郎側、神父側に教団を背にして一列に並ぶ。次にフラワーガールによって、中央の通路、アイルが、花びらで清められる。そして最後に神父が父親に手を引かれて入場し、しずしずとアイルを祭壇へと進む、オークダウン・ザ・アイル。 そして実際の式が始まる。順序の違いや省略はあるが、三式者一同による三美化の聖書、聖職者による聖書の朗読、または簡略な説教、振動と神父による豊富の言葉、それに対する祝福、指輪の交換、指輪をこの時まで保管して、振動と神父に渡すのは、ベストマンの役目、神前での先生、聖職者による夫婦の認証、夫婦として、 初めて三式者の前でキス、などがこれに続き、式は終わる。結婚制約書への署名や婚姻簿への記入も以前は、式の一部として行われることもあるが、式後に別室で、または後日聖職者を再訪して行うこともまたある。先生の方式は、主として二つある。一つは、聖職者が次のように尋ねると、神道、神父がそれに呼応して、次のように言う形式。 またもう一つの方式は、一節ごとに、聖職者が言う通りに復唱することで、次の先制全文を言う形式がある。日本では前者が多いが、米国では後者がほとんどである。なおここに挙げた、先生区は、伝統的な雛形型で、実際にはこれを短くしたり、語句を若干変更したりしたものが使われている。 式が終わると、新郎新婦は手をつないで教会を退出するが、出席者は、出口で二人に米粒を振り注がせて、新婚の門出を祝福する、ライスシャワー。教会の前から空き缶通行紐で、後部バンバーに結んだ車に乗り込んで走る風習があったが、都市部では、ほとんど見られなくなった、出展、国際マナー常識辞典学研。韓国では、 結婚式の後で振動をいじめる風習がある、振動扱い。また、新婚賞屋の続きの習慣もある。挙式や披露宴の他に、ペペグという伝統的な儀式を、ペペグ室と呼ばれる専用の小部屋で行う。もともとは、神父が新郎の親族に加わるために行う儀式で、酒を飲んだり、夏目や栗の実を使って、小宝を占ったり、 新郎が神父をおんぶして部屋を一周して一生、支えていく覚悟を示すなどの様々な一連の儀式がある。インドでは豪華な結婚式が多く、費用も高額となりがちである。招待客も数百人から数千人となるケースもあり、数日にわたって式が行われるため総費用が1億円を超える場合もある。2017年、ビハール州では、 過度な結婚費用を抑制させるために、費用が50万ルピー、約84万円を超える式に対し課税する法案が検討された。ロシアでは現在はもう教会での結婚式も可能だが、今でもソ連時代からの習慣で、市役所で通常結婚式を挙げる人たちが多い。同性の付き添い人が同席し、新郎は黒いタキシード、新婦は白いドレスを着て、 結婚更新曲が流れる中で結婚届に、サインして指輪交換、誓いのキスをする。その後披露宴は通常レストランで行われ、それが始まる前は必ず振動の母親の持ってき、パンと塩の儀式が行われ、それから料理、お酒、ダンスなどで二人の結婚を祝い、しばしば夜半を過ぎることもある。途中参加者が合理化。口の中が苦いの意味という掛け声をかけると、 甘くするために、振動神父はキスをする。また、地方によっては参加者が振動の靴を隠して、それを振動が追いかけて探すなどの羽目を外す。結婚式は、多かれ少なかれコミュニティ単位で行われるため、公戦・内戦状態の地域では、対立勢力からの爆撃やテロの対象になりやすい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。